寝ても覚めてもイキニワールドをうちにさせちゃうぞ、イキニこと柏木由紀です。今日はカバンの中身紹介なんかごちゃっとした。結構前ですよね、やったの3年ぐらい。 YouTube 始めて結構すぐぐらいにカバンの中身の紹介したんですけど、今日は久しぶりにカバンの中身を紹介チェックしたいと思います。最近はメイクポーチをもうバッグの中に入れるために結構大きめのバッグ使うことが多くて、今日はこれです。じゃーん、でかいかも。マルニっていうな、これ可愛いの。このバイカラーになってて、何がいいってこの肩にかけれるんですよ。肩にかけて持てるからすごい重宝してます。今日はこのマルニのバッグで来ましたので、中身を紹介していきたいと思います。まずちょっとメイクポーチ、メイクポーチよく変わるんだけど、今ちょっととりあえずのやつ、とりあえずっぽい感じで出てると思う。なんかこれ多分ディオールで何円以上みたいな買った時につくノベルティのポーチ、こんな。これとクリニック、これもコスメの多分ノベルティ、どっちもノベルティポーチでいってます。結構こっちが特に大容量で入るので、ポーチがまずこの2つ、化粧品入れるポーチ。ポーチ系でいうとさらにこれかわいい、サンリオ大好きキキララです。これリトルツインスターズ大好きな。こっちがティッシュ入れられて、ここの中に物入れられるので、これ必ずバッグ買いでも持ち歩いてるんですけど、ティッシュはちなみに鼻セレブですじゃあこの中身紹介します。まず目薬ね、このちょっといかつ、いかつめ目薬、最近買った。花粉症がなんかなってるようななってるのはちょっと怪しくって、あのカウントダウン TV ライブライブって番組で新曲どうしても君が好きな初披露の時が栃木だったんですよね。栃木の竹林の前でやるって言われて、結局竹だからそんなに花粉なかった感じはしたんですけど、ちょっと怖くて木の中大丈夫かなと思って、一応その行く前にあの駅で買いました花粉用の目薬。でもスースーするからお気に入り。あともう一個目薬ある。こっちは私が目がちょっと充血しやすいので、これ眼科でもらった、これいらない、別にこのカットいらないかなこれドライアイを治す、あの治療用の目薬、目薬2つで、あとこれノニオ、このねマウススプレー、これも家にも大量買いしてる。あとフレスケアね、これは詰め替え用で、私が好きなのこの3色じゃ3種類の味が入ってるやつが好きな、レモンとグレープとピーチ。このブレスケアもいつも噛むブレスケア持ち歩いてます。あとこれ、これ香水なんですけど、大きい香水持ち歩くのが重いので入れ替えてるんですけど、これがどっかで漏れちゃってて、キキララのこの子のとんでもない香水臭いのやばいの。でも染みついちゃってて、別に臭くはないけど、まあ、こぼしたんだろうな、いい匂いだけど。これあの白のサボンっていう私の好きなところの香水をここに入れ替えてるやつを持ち歩いてる。あと基本アクセサリーを普段はちょっとなんかこういう撮影の時とかしかつけないんですけど、忘れちゃった時のために予備のアクセを1個持ち歩いてる。どんな服にでも合いそうな、これこれを1個、しかも軽いの持ち歩いてます。このポーチの中身は以上。続いて財布、じゃーん。これちょっとインスタにも載せたんですけど、ストーリーに、なんちゃらびってあったじゃない3月に。以上もなんちゃらびみたいなやつで、財布新しくするといいみたいなで、時間あったからデパート行って、もしすごく気に入ったものがあったら 買おうみたいな思った時に、これにも一目惚れしちゃったの。中がバイカラー、バイカラー好きすぎない、私バイカラーに惹かれるのかも。前回濃いピンクの財布使ったんですけど、水色と迷ってピンクでしたから、今回は水色にしようと思って、ちょっと大人っぽくて財布です。そしてイヤホン、どんだけ好きなんサンリオマイメロのイヤホン、エアポッツケースを入れてて、でもこれの難点もあるんだよね。もういつも電車とかでもやばいってなるのが、ここのね、これいくよ、これが鳴っちゃうの。電車とかでこのカバンをこうやって降りた時にこれでめっちゃ鳴るから、その考察してるみたいになるから、これ良くない。でもかわいすぎて、すごくない、かわいい。でも見るたびテンション上がる。イヤホンケースはマイクロで、エアポッツ使ってます。あとはね、もうほぼ正直からなんだけど、でもやばそう、やばそうだ、ところが、私のこのポーチ、ポーチじゃなくこの、わかる、このさ、バッグの中にあるこの細かいところゾーンが、そこすごい詰まってんじゃん。まず今日 YouTube の撮影何個かする時の、あのさっき渡したけど、イヤリングを、でもこれもあれだよ、多分シナモン、見にくいかもしれないけどシナモンのケースに100均で買いました。こういうアクセサリーをまとめて入れてるジップロックに入れてます。そして怪しいウェットティッシュです。鹿児島ちょっと帰ってたじゃないですか、仕事で。その時にゲーセン行ったんですよ、そこのやつ。あとはキキララの串、あとグミ、果汁グミ、まだ開けてない、お腹空いた時グミ好きなんで
髪の毛、あのレッスンの時とかに、これもすごい SNS でバズってて買った、かわいい、なんかとりあえず結ぶだけでおしゃれ。これ何個か持ってます。キューピーコアゴールドアルファーズこれ1個はもう食べ飲んでる、2個入りなんですよ。でこれ家には箱買いしてるんですよ、持ち歩き用です。しつこく残った疲労を取る、朝だるさが辛い時に、夜疲れでぐったり来た時に、完全に私用でしょ。それを飲んでます。あとこれトローチ、アイストローチみたいな、これ好きなの、なんかキャンディーになってて冷たいの、ひんやりするやつ、昔から好きでいろんな味あるんですけど、レモン。これも今結構リハーサルが続いてるので飴を持ち歩いてます。あ、え、全然、あ、これまだあった、これ 何って感じですよ、これ、あの収録とか仕事の時に、例えばその水色のシャツとかの時ってちょっとこう汗かいた時にいわゆる脇汗が目立っちゃうじゃないですか。その時にこれを、透明のいわゆるフィルムみたいなやつなんですけど、これを脇に直接貼るんですよね。そしたらその汗かくんだけど、そのフィルムの中で留めてくれるから、いつも西尾さんが大量に持ってるから、もう自分でも持ってていいよってことでバッグに入れてます。あとなんかもう入って入れてることも覚えてない、龍角散ダイレクトスティックピーチ、クレドポーボーテの日焼け止めクリームの試供品龍角散ダイレクトの飲んだんでしょうねさっき1個だけ出てきた。あ、何これ、わかんない、ペンのキャップ、ペンのキャップじゃない、ペンは入ってない。ちなみにあともう本当にラスト、見せたくない、意味がわからない、七味唐辛子何これ、なんでこれ、本当にわからないけど七味が出てきました。以上でーやばい、ここがやっぱ私のバッグのここが一番やばい、いつもいらないものはこれだけだった。あとこれ七味を使うかもしれない。メンバーの皆さん、七味が欲しくなった時は私に言っていただければ、この七味が出てきますのでおっしゃってください。さあ、ということでカバンの中身紹介しましたが、いかがだったでしょうか。あの厳しい言葉はやめてください。何かコメントありましたらお待ちしています。ということで、以上、ゆきにこと柏木由紀でした。またねー。